はい、皆さんこんにちは、ワナリングリミジです。では今回はアーツオブアイアン4マンザガン、プレイをやっていきたいと思います。ハーツオブアイアン4が先日ですね 1.6 ということで大型アップデートが入って、主に海軍の部分が変わっているというものになっているので、今回はね新しくプレイの方をやっていきたいというふうに思っています。で、おそらく多くの方がすでに日本プレイとかね、やられているんじゃないかなと思いましたので、今回はあえてその日本の相手になるアメリカでプレイの方をやっていきたいと思っています。で、すでにですね、実は1936年から始めて1939年の5月17日まで、プレイは進めています。というのも、アメリカは前半もうほとんど戦争がなくてですね、内政内政内政というところなので、最初のうちはね、皆さんも退屈されるかなというところもあって、進めています。で、進めた部分をねちょっとお話しながらさらに時間を進めていきましょう。で、進めた部分ってどこっていうところなんですけども、まず、国家方針から確認していきましょう。で、国家方針はですね、まずニューディール入れています。ニューディールで、ニューディール入れると政治力プラス150ってつくんですけど、これ政治力150って、まあ、日本とかだとあんまり重要度高くないのかなと思うんですが、アメリカの場合この議会制度になってるんで、何をするにもこの議会の支持を得る必要があるということで、この議会の支持を得るのに政治力を結構使うんですね。例えばこの特別な措置、ちょっとね小さいんですが、この特別な措置っていうのを入れると政治力を使うんですが、その代わり議員を獲得できる、自分に味方してくれる議員を、上院で5、下院で25みたいな形で、自分の賛成派に回ってくれるっていうような、まあ議会工作をする必要があって、それをするのに政治力が必要になるので、結構ね、政治力重要になってきますっていうのがあって、まあ、ニューディールを入れています。で、同じような要素で、国家方針見ていくと、ニューディールの下にですね、入っているのが、まあ、この雇用促進局ってやつですね、これも政治力が150入ってきます。まあ、最初のうちは結構政治力使ってます。で、この雇用促進入れた理由っていうのももう一つが、この研究枠ですね。研究枠が一つ増えるので、ここの研究、ここの枠が一つ増えて、まあ、技術革新がしやすくなるというところですね。で、あとは、戦争プロパガンダということで、これ何かっていうと、戦争協力度の基本値プラス 10%、10% ですね。今 57% になってますけども、もともと、実はアメリカ、すごく低くて、まずですね、この徴兵制が今限定的徴兵になってるんですけど、ゲーム開始当初は何になってるかっていうと、この武装解除国家になっていて、武装解除国家だともう軍人兵力が全然いないです。なので、まあ、これを限定的徴兵に変えています。あと、もう一つね、せっかくこの画面来てるので、お話しちゃうと、ここもですね、最初、民間経済になっていて、もう全然、工場が立たない。軍事工場が全然立たないんで、これを一旦早期動員に変えて、軍事工場をね、建てやすい状態に今変えているという状態です。で、また国家方針に戻ります。で、さらに、戦争協力度を上げるために今戦争プロパガンダを、実行中という状態です。で、その他軍事系で言うとですね、まずどうしても欲しいのが、この療養艦隊法、これがどうしても欲しくて、なぜかというと、これ入れるとカリフォルニアとニューヨークに造船所それぞれ5個ずつプラス10個ですね、だから入ってくるっていうかなり大きい恩恵を受けられるので、まあ、この療養艦隊法、これをね優先して入れました。で、同じような考えで、海軍今回重要になってくるっていうことで空母優先とか、この辺りの国家方針入れています。で、航空局まで進んでますね。で、航空局やると研究ボーナスで対艦攻撃機、まあ、いわゆる雷撃機ですね、これの研究ボーナスがつくというのでこれも入れました。
で、この選抜徴兵法というのが、政治力プラス150入ってきますね、また。まあ、こんな形で、国家方針をね、進めています。で、この後なんですけども、イエロー計画進んで、その後は太平洋の防衛に入ります。これで沿岸要塞と海軍基地を、手に入れます。で、実はロケハンをした時に何が起きたかというと、日本軍が、まあ、開戦した後ですね、グアムとミッドウェーに強襲上陸をかけてきて、あっさりミッドウェーとグアムを奪われてしまったっていうのがあって、この太平洋の防衛を入れて、グアム、ミッドウェー、それぞれで沿岸要塞、これをね、獲得しておきたいという意図があります。続いて研究の方ですね。まあ、簡単にザラザラっとお話していきますが、まずは装備系の方ですけども、今1939年の5月なんですが、38年までの陸軍の歩兵装備はある程度入れています。ただ海兵隊とかこの辺りがちょっと全然入れられてないかなというところと、支援系ですね。ここもちょっとなかなか進んでいないというのが現状です。戦車、タンクですが、ここは重戦車、これ34年までやっと来たかなっていうところで、次41年のこの M6A1 に進むか、まあ、いっそ軽戦車の方に切り替えるかっていうのはちょっと検討したいなと、いうふうに思ってます。まあ、おそらく、スチュアートぐらいまでは進めたいなというふうに思ってるので、まあ、順番としてはね、そのように進めていきたいというふうに思っています。で、砲兵の方は、野戦砲ですね。1939年まで進んでいるので、この際対戦車砲、対空砲は一旦置いておいて、優先的に野戦砲研究を進めていきたいと思います。で、ドクトリンは優先火力ドクトリンを入れています。で、肝心の海軍なんですが、船体の方はそれなりに頑張っていてですね、特に空母、これは40年の母艦3まで入れています。で、この後艦隊編成のところでもお話しようと思うんですけども、一応この空母の3まで研究を済ませておくと、艦載機80機までは問題なく搭載できるモデルが簡単に設計できるという状態になります。で、あとは、大型艦、まあ、戦艦、巡洋戦艦、あとは重巡洋艦、これに乗っている砲台の研究、これも優先的に入れています。で、ドクトリンの方はですね、基地攻撃を入れていて、もう最後ここ空母戦闘群まで入れきっています。で、飛行機の方が結構苦戦していて、今対艦攻撃機のマリーナですね、これを入れている状態ですね。で、この後エアコブラ一手 A-21 手という形で、まあ主には陸上機よりもやっぱり艦載機をメインに研究を進めていく予定です。で、空軍のドクトリンはですね、戦場支援ということで近接航空支援系をメインに入れていっています。今この索敵撃破まで進んでいますね。で、工学の方は実は産業の方を優先しているというところもあるんで、あまり進んでいないんですけども、まあ、研究ボーナスがつくようなところを入れていますね、今。計算機まで入っています。で、この後暗号化とかを進めていこうかなというふうに思っています。で、産業の方はですね、建設系。一応今、39年の建設までは入っていて、あと、ここ分散化集中化では集中を選びました。どうしても生産量が追いついていないというのがあって、こちらを選んでいます。ここまでがざっと研究の、まあ、どこまで進めたかというご紹介ですね。で、あとですね、生産のところをちょっとお見せしておきたいと思います。で、生産の方はですね、軍需工場が17とだいぶ少ないです、実は。で、その代わり造船所42っていうのは結構大きいかなと思っていて、当然、軍需工場で作れる装備というのは少ないので、歩兵装備、支援装備、あとは野戦砲に絞っています。で、その他は戦闘機、あと戦車を1つ2つというところでだいぶ少なくしてますね。で、あとはですね、海軍のところで言うと、空母をどうしても欲しいので、空母をね、
優先的に入れています。で、下の空母ね、全然進んでないのあるじゃん、作るの進んでないじゃんっていうのあるんですけど、実は今ですね、さっきお話した母艦の3が研究を終わって、艦隊の編成のうちですね、今この母艦の改装を行っています。今まで例えばここに見えているレンジャーとヨークタウンとっていうのがあると思うんですけども、母艦の2を船体として使っていたんですが、これを3に改装するのに今造船所を使ってしまっているという状態ですね。なので、生産のラインのところで下の方ね、実は造船所が全て持ってかれてますという状態ですね。で、艦隊の方をせっかくお見せしているので艦隊の方なんですけども、アメリカ軍最初艦隊10個弱、7個か8個か9個かぐらいの、まあ、小さい艦隊がいくつかっていう形で小分けになっていたんですけども、これを5個艦隊、しかも第1艦隊と第2艦隊に戦力を集中するような形で、艦隊の再編統廃合を行いました。じゃあまず第1艦隊から見ていきましょう。第1艦隊の、1つ目の任務部隊、今回から艦隊がね、第1艦隊の中にさらに、分艦隊みたいな形で分けて、編成することができて、第1艦隊に関しては、2つの艦隊から編成されているというのがこの第1艦隊で、まず1つ目が、少し見づらいかなと思うんですが、第1艦隊第1水上打撃部隊ということで、ここには、まあ、主に戦艦従順、これを中心とした打撃群を構成しています。こんな感じですね。ちょっと修理が必要なものはもうこの際修理しちゃいましょう。今、訓練中なので訓練を一旦ストップしちゃって、一旦ドック入りできるものはドック入りしちゃいましょうというところなんですが、今そもそもドックが開いてないで、なのでちょっとこの次第2機関隊の第1機動部隊を見ましょう。で、第1機動部隊のさっきお話したように今改装中というところがあって、今2つサラトガとレキシントンしか見えてないと思うんですけども、その他に、レンジャーとヨークタウンという空母、まあ、空母4隻体制がこの第1艦隊の第1機動部隊になっています。じゃあ続いて第2艦隊なんですが、第2艦隊の機動部隊の方をちょっと見ましょう。第2艦隊の第1機動部隊、ここがですね、空母が4隻の体制になっていて、ここもね今改装中というところです。で、第3艦隊以降は艦隊の規模としてはだいぶ小規模になるので、ここはですね主に離島防衛、さっき出てきたミッドウェーだったりグアムだったりっていったところの防衛をメインに行いたいなというふうに思っているのがこの第3から、第4、第5という艦隊になっています。ではちょっとねここまでゆっくり時間を進めてきたので時間を早めていきたいと思います。で、しばらくまた内政ばっかりになってしまうと思うので、まあ、ところどころ早送りを入れさせていただこうかなというところですね。で、建設の方は今は民需工場3つ、造船所2つというのが並行で進んでいるわけだな。造船所はもうちょっと早めに欲しいなというところと、あと日本との海戦をいつにするかっていう時期もね考えていかなきゃいけないので、それに合わせて軍需工場で、主に歩兵の装備をねしっかり生産していきたいなというところですね。対艦攻撃機の数が全然足りてないって言ってるな。政治力もちょっとまだまだ足りてないんですよね。
で、必要な時に実は政治力とこの賛成票が欲しいので、まあ、ここ政治力足りてないんですが、とりあえずまず特別な措置入れて議員をこちらに味方するように議員工作をしちゃいましょう。ヨークタウンクラスね、確かに今ヨークタウン作っちゃってるんだけど、これ今更変えると結構マイナスついちゃうんで、ここは我慢してヨークタウンのまま作りましょう。あとどうしようかな、改装が全然進まないよね、これだと。少し他を減らしてでも改装を優先させたい。なのでちょっと調整しましょう。母艦はどうしても欲しいので改装に回していきましょうか。今母艦の改装待ちが全く未着手なのが、4隻空母残っちゃってるんで、これあんまり嬉しくないんで、ちょっとずつでもいいので進めましょう。やっぱり早く造船所欲しいで、もう2つがねサクッと入ってくると思うんで、この2つサクッと入ってきたら海藻の方に造船所、そのリソースを回していきます。で今空母の船体のヨークタウン下位っていうものを入れていこうかなとしてるんですけども、もしくはこっちかな。ちょっと待ってね。そうするとヨークタウン下位が母艦としては80機格納できて、こっちが3なんだよね。なのでこれをちょっとうまく変えていく必要があるな。一旦艦隊の編成の方に戻りましょう。で改装するのはどれを改装するかっていうのをちょっと間違えないようにしないといけないね。改装を一回進んでないものに関してはやめちゃって、もう改装が進んでるものは変えるのもったいないので変えません。で、ヨークタウン下位の方、もう一度ちょっとね、確認します。あ、入ってきたな。ヨークタウン下位の方ですね。これ空母船体の3に進んじゃってんだよね。なので、これを、うまく変えたい。空母船体の3ではなくて、ヨークタウン下位
こっちに変えます。これに変えると、この、艦載機の数が80にできるというところですね。で、あと、ちょっと陸軍の方を少し、お話ししておくと、太平洋が特に、まあ、離島になっているというところもあって、軍の編成がかなりこまごましてるんですけども、まあ、逆に言うと、一目見て分かりやすいようにということで、右から、まずこれが圧島の基地隊ですね。で、続いて、ライン諸島の基地隊。ウェイク諸島の基地隊、ハワイの基地隊、ミッドウェイ、パナマ運河の守備隊も置いてます。で、プエルトリコにも、基地があるので、これを置いているという感じで、各島々ごとに一旦軍を分けて管理することにしました。まあ、これが本当に分かりやすい。管理の仕方なのかっていうと、ちょっとね、また微妙かなとは思うんですが、一旦そういう形にしてみました。で、やっぱり細々しすぎてて、これだと全然分かりづらいよとかっていうことになるようであれば、またそこはね、考え直していきたいなというふうに思います。じゃあ今度グラマンに変えていきましょう。艦載機ですね。攻撃機はグラマンのアベンジャーに102日間かけて研究をしてテクノロジーリフレッシュをかけていきましょう。で、ちなみに日本軍なんですけども、まあ史実通り日中戦争の方に突入という状態ですね。まあこのままいけばおそらく中国大陸をね、席巻するんじゃないかなと思います。で、今回の方針は、AI の方針ですね。AI の方針は、史実方針というものにしてあるので、まあ、このまま、おそらく、日本軍はね、中国占領を行っていくものと思います。で、開戦の目標としては、やっぱり40年中には開戦したいな、というところですかね。ではまたちょっとね、ここで時間を進めていきましょう。
ここでちょっと情勢動きつつあるので一旦確認をしていきましょう。まずドイツがポーランドに宣戦布告ということで、ポーランドが連合国に加盟したというのが入っています。であとですね、ディジョンのところで言うと、オハイオ、インディアナでそれぞれ製鉄所、製鋼所ですね、この施策を行っています。これによって、鉄12がそれぞれ手に入るということで、24鉄が、国内で貿易なしに入手できるようになるということで、これを入れました。というのもですね、実はアメリカなんですけども、鉄、これ結構輸入に頼っている部分があって、この鉄をですね、できれば内需で賄いたいという意図もあって、そのようにしています。25ずつ政治力使ったので、もう今政治力7とだいぶ、しょぼしょぼっていう状態なんですけども、こういう状態です。で、政治力をね、他の部分で使ってしまっている関係上ですね、議会工作がちょっと、過半数は取っているものの、何か思い切った政策を行うのに必要な上院61、下院261っていうものを下回っているので、政治力を貯めて、再び議会工作の方もやっていかなきゃいけないかなという状況です。で、ちょっと冒頭お話し忘れてしまったので、今お話しますけども、一応今回ね、この新しいアップデートで燃料っていう概念が新しく加わっていて、今満杯ってなってますけども、おそらく日本とかでプレイするとこの燃料も結構きついんじゃないかなというふうに思います。で、燃料って何っていうところなんですけども、例えば戦車、飛行機、あとは海軍、これ動かすときに必要になってくる、その名前の通り燃料ですね。で、アメリカはね、幸いなことに燃料には恵まれているという状況で満杯の状態です。備蓄量は満杯です。ではまた時間を進めていきます。はい、ではちょっとあんまり実況できていないんですが、
状況をね、おさらいして終わりにしたいと思います。まずですね、ヨーロッパの方でも戦争が始まってまして、まあ、史実通りの展開なんですが、ドイツが、ポーランドを侵攻、駆逐して、今ですね、オランダに攻撃を仕掛けているというのがドイツの現在の状態です。こちらですね、アムステルダム。で、ドイツ領がね、ご覧の通りポーランドを飲み込んでだいぶ大きくなってきていて、この後ね、情勢どうなっていくかというところですかね。でパリももう陥落間違いというところになっています。なので、アメリカとしてもね、しっかり勢力を整えていきたいなというところになります。で、研究せっかく1個終わったので先に1個進めましょう。分散支援か統合支援かですが、ここはね、分散支援ではなく統合支援の方を入れておきましょう。で、あとはですね、ディシジョンがまた溜まっているので、政治力60溜まっているので、これを使ってさらにオハイオ、インディアナ、この辺りに製鉄所作っていきます。これでね、だいぶ民需工場の節約ができるんじゃないかなというふうに思うので、輸入量の調整をしていきましょう。全然だね、プラス6だもんね、残念。この辺りはね、本来だったらもうガクガクっと民需工場使える量を増やして貿易を減らしてね、その分造船所だったり軍需工場だったりっていうのを建てる方に民需工場のリソースを使いたいところなんですが、まあここは我慢してね、製鉄所、鉄工所、採掘所作っていきましょう。というところで、今回はじゃあここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいなというふうに思います。まあ、次回はおそらく開戦か、もしくは開戦の直前までは進められるんじゃないかなというふうに思いますので、ちょっと今回退屈だったなっていう方もね、できれば懲りずに次回も覗きに来ていただければ嬉しいなと、そのように思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。